送新仪式结束之后，布根哈根也来到了这儿。ここにいたのか、ナナキよ。次長。お前に話さねばならぬことがある。お主らも来てくれんか。布根哈根有一些事要和十三说。星送りの儀はどう思ったかの。最近はなんだか知らんが、儀式目当ての客が増えてのう。感想を尋ねれば、綺麗、感動、壮大、泣けたとか、まあ十人いれば九人はそんな感じじゃ。心が動くのは良いことじゃ。星送りの儀にその力があることは素晴らしい。だが一歩踏み込んで生命学を学ぼうというものはまあおらん。犬や猫、鳥、魚、そして草花、みんな生きとることは誰でも知っておる。赤ん坊が生まれる、花が芽吹く、そこには誰もが命の存在を感じるはずじゃ。星も同じなんだがの。ほうほう、すまんの。ついぐちぐちと年を取ると愚痴と説教が止まらんわ。接下来我们要跟着布根哈根。前方有一座很大的建筑，或者说场地，被一座大门封了起来。ほうほうほう。では行くとするかの。でもこの扉って。さよう、わしが封印し立ち入りを禁じてきた扉じゃ。これよりお前に試験を受けてもらう。え？この谷を守る戦士になりたければ避けては通れまい。覚悟はできたな。十三即将接受考验，成为峡谷的战士。試験にはお主たちの協力が必要じゃ。少しばかり危険なところへ行くのでな。準備ができたら声をかけてくれ。では行こう。この洞窟を奥へ奥へと進むのじゃ。进入这片地区之后，啊，真的就是别有洞天，里面超级大。乘坐升降梯，一路向下。ナナキから両親の話は聞いたかな？いや。オイラの両親は二人とも谷を守る戦士だ。だから敵が谷に攻め込んできた時、母は勇敢に戦い、命を懸けて谷を守った。でも卑怯者の父は。一人で逃げ出したんだ。やはり瀬戸は許せんか。当たり前だよ。ほうほうほう。ここから先に進むのは試験を受ける者と見届ける者二人のみじゃ。じゃあオイラと。俺が行く。ほうほうほう。お主では七鬼の修行にならん。そうじゃのう。お主が適任じゃな。は？お前、遠慮がなくなったよな。
おう、準備をしっかりな。はい。接下来的流程，我们将操作十三和巴雷特作为主要角色，然后在这休息一下以后出发。观众朋友们，这部分所看到的内容呢，实际上就是十三啊已经进去转过一圈了，部分阻路的敌人呢已经被我清掉了，所以进去的路程呢会比较快一些。在一些墙壁上有黄色的发光的地方呢，是可以十三啊是可以爬上去的，像这个样子。原本都是有一些杂兵站的，我说了我已经过来过了，该清的呢都已经清理掉了，然后往洞里面一路往里面探索。有些犄角旮旯的地方会有一些箱子，比如说砸清一瓶杂兵啊，然后再开一些箱子啊，会比较浪费时间，所以我采用这样录制的方法。这些敌人不用管，往里走。有些地方是只有十三可以走，而巴雷特没办法走的。但是这些地方呢，不是说完全的堵住的，有的地方呢是互相相通的。这边呢原本是有个大门，上去在那个这个上面，把一根绳子咬断，就可以把这扇大门给打开。走。直着走。没法走，这边也没法走，从旁边下去。前方有一批敌人，绕一下，开战了。我把克劳德身上的一些水晶暂时给到十三这儿，所以十三也蛮厉害的。继续往下走。比如说什么先发制人呐、还有敌方招式啊，这些魔水晶暂时都给十三装备上。だけで物事の本質を捉えることはできぬが、事実彼らの力は強大だった。こいつらに母は。ナナキよ、最初の試験じゃ。ここで何が起きたのかお前なりに探ってみ。うん、わかった。我らの遺物を探し、運び、真実を解き明かせ。さすれば、道は開けるであろう。接下来要进行解谜，在地上有各式各样的遗物，去拿到那个魔法阵里面就可以了。但是如果要触发主线，就是到最上面这个地方来，拿这一个。建议把其他的一些遗物啊全部放到魔法阵里面，然后再来拿这个。因为把其他东西放回去啊是有一些物品奖励的，但是我就直接走主线了。喂，哈德森。异族的亡灵，跟他们打一架。見てるよ、まだか。さあ、こっちはどうだ。任せて。はい。怖いものね。頑張って。おお。引っ込んどけ。いけんだろう。見てて。这些亡灵有霸体，有时候会打断我们的攻击，很烦人。
主要是以弱点对他们进行攻击。十三的普攻是由火系和冰系魔法双重的，双重附加。まだ倒れねえ。今のは義族の亡霊じゃ。我々との戦いで滅びた後も憎悪が募り、こうして洞窟をさまよっているのじゃよ。しつこいな。彼らには彼らの事情がある。敗者を下に見てはいかん。この石像とて、故あってここに存在しておるのじゃ。無下に扱うでない。はい。我らの亡きなら、石像を運べ。然后这个时候呢，巴雷特的血不多了，我们要吃点东西补一下血。我在视频里面好像还没有怎么补过血。然后使用道具，使用普通治疗剂就可以了，反正多。 OK， 嘴巴上叼着一个东西，然后继续往前走。接下来需要用到嘴巴上的这个神像雕像。在过去的途中啊，会有一批敌人，然后开战干掉，清理敌人之后啊，往下走。在这边呢，有四个机关。ここは祭壇。呪いの間って感じじゃねえか。ほうほうほう、なかなか面白い見立てじゃの。この像、さっきの。すべてのことに意味はある。すべてのことに意味がないのと同じじゃ。すべきことはわかるな。我らの亡きなら石像を運び正しき祭壇に祀れ。接下来要打开前方的门，我们带过来了一个雕像。哦，原本有一个已经被激活了，然后第三个雕像呢就在旁边，而第四个雕像在一个是藏起来的，我们要去稍微找一下。始まりじゃよ。这边是第三个皇军神雕像，黄色的。接下来就是第四个雕像。把第四个放回来之后呢，啊，就可以把前方的这扇门给打开了。即将前往的这片区域呢，巴雷特没法去，只有十三，靠他自己一个人过来，一只狗过来。在回去的途中触发一场战斗。把刚刚的雕像带回去。
原路返回。千年の昔、この谷の歴史は貴族の訪れとともに始まった。この祭壇はその頃、貴族を封じるために作られたものなのじゃよ。大昔に封印されたはずの貴族が、どうしてあの日谷を襲ったの？彼らの真実は、彼らにしかわからん。行こう。お前の真実を探しに。この洞窟は貴族と人の世との境界線。ここから貴族に攻め込まれたら、谷はひとたまりもなかったじゃろうな。そうだね。しかし、ある戦士がこの無防備な洞窟に気づいた。戦士はたった一人、この洞窟へとやってきた。案の定、中は貴族でいっぱいになっておった。次から次へと襲いかかる貴族と戦い、戦士は走りに走った。ねえ、じっちゃん。そんな勇敢な選手なら、オイラが知ってるはずだよ。ほうほう、ここから先は、より注意深くな。邪気が強くなっておる。瞬時に心に入り込む。だが支配を許すな。お前の主人はお前自身じゃ。奥に見えておる扉をすべて閉めれば試験終了じゃ。心してかかるがよい。接下来十三要通过前方的那几扇门。看上去这边咋咋呼呼的，对吧？然后地形比较复杂，实际上还好。然后在一些犄角旮旯的地方呢，会有一些箱子可以开。并且这边的路呢，是有一些错综复杂的。从上面走也可以，从这边走也可以。这边过不去，从旁边绕一下。第一个场景，我就比如说这片区域啊，我就演示一下。后面的场景呢，一些杂兵站啊，我就给它跳过了。实际上也并不是很复杂。下面有个紫箱子，紫箱子一般都是武器，然后把敌人清掉。实际上我现在的角色清敌人啊，已经蛮快了。只不过这边有个敌人，你把他打掉以后啊，他还不会马上的死掉，让这种像球一样的敌人轮盘机会，把他们血打空以后不会马上死掉，他会先坚持一会儿，然后自爆才算消灭掉。どうやって開けんだこれ。さあ長木、どうする。接下来要通过几个这样的门，但每通过一个门呢，就有一批的强制战斗。
经过了数场战斗之后，来到了第二个需要拉链子的地方。它每一个门呢会有稍许的不一样，第一扇门呢我们只要拉一下就可以了，第二扇门啊我们要给它挂上去，接下来前往第三扇门。第三个地方呢先拉一下过去。这边呢它原本想设计成一个迷宫，但是整体上反正是比几十年前的此类的游戏的迷宫啊设计的已经好很多了。作られたものじゃ。さっきの祭壇は貴族を封印するためにも、この祭壇はセトラが貴族と語り合うために作ったものじゃ。語り合うって、なんで？貴族は敵なんだよね。ほうほうほう。善悪や敵味方の区別など、時々の状況がそれを定義するに過ぎん。さあ、七騎。お前の力で道を切り開くのじゃ。这里也不难啊，把能拉链条的地方给它拉一下，会开辟出新的可以跳跃的路。然后从右边上去，反正也不会掉下去，有边缘保护倒还可以。然后在这儿再把链条拉一下。在欧美的一些游戏里面，此类的谜题啊，相对已经少了很多了。但实际上，在本作里面，实际上也不多。这边是可以不用上来的，主要就是一些补给箱子，2600块钱。在因为我玩的难度比较低嘛，所以说这些钱拿不拿也无所谓。一大堆的资源。好了。到了这边以后呢，链子也要挂在旁边，但是现在没地方可挂，我们要拿个东西给它放过去才可以挂链子。然后把链子挂过来就可以了。戦士はそのすべてを一心に引き受けたのじゃ。提到了45年前有一名战士，自己承受了一切，然后我们在这儿呢休息一下。这个敌人把他打到一定程度以后啊，他会有诅咒效果，疯狂减血。他的攻击很多都是近程的，使用13呢可以去弹他。巴列特被抓起来了，只有用13打了。
てて。こっちだ。どうだ。どうよ。七木よ、強くなったのまあね。戦士の試験はこれで合格？ほうほうほう。わし一人じゃ決められんの。え？あの戦士の意見も聞こうではないか。十三经过了考验，而现在呢？要去见另外一个人，因为判断十三是否经过考验呢，不是这位水晶爷爷说了算的。戦士は一人この地で戦い、谷を守った。そして今もここで我々を守り続けている。じっちゃん、あれって、あれが、瀬戸、オイラの父。毒矢で体は石になってしまったが、崩れることなく、欠けることなく、あの勇士じゃ。母は、母さんは知ってたの？ほうほうほう、知っておったとも。わしは二人から洞窟の封印を頼まれたんじゃ。なんで教えてくれなかったの？教えたら一人でここまで会いに来ようとしたのではないか。お前の両親が最も守りたかったもの、それは他ならぬお前だよ、七木。オイラが小さくて弱かったから。ほうほうほう。あの小さく非力だった七木がこうして立派な戦士に成長した。だからここへ連れてきたのじゃ。十三的父亲曾经一个人阻挡了异族的进攻，但是却没有把这个消息告诉十三。ナナキよ、お前はこのまま旅を続けなさい。オイラは谷の戦士だ。父みたいにこれからずっとこの谷で。聞くのじゃ、ナナキ。クラウドたちの言うことをわしは信じようとしなかった。セミナーの連中がしそうな話だとな。新しいものを見て聞いても何
か知ってるような気がしてのう。偉大な知見が含まれているかもしれん可能性をわしのこの目は見過ごすようになってしまった。じっちゃん、若者たちの足を引っ張るのは嫌じゃ。行け、七木よ。この谷でジジイ色に染まるな。目が曇り耳も詰まってしまったわしの代わりに世界を見てくるのじゃ。布根哈根希望十三跟随着克劳德一行人出去看更广阔的世界。ナナキを頼む。ああ、わかった。試験は不合格。修行を積んで出直してこい。できるな、ナナキ。もちろん。だって。コスモキャニオンの七木、戦士セトの息子だ。さすがセト、寛大な心に感謝する。戦士ナナキ、そしてセトらの民、共に来てくれ。ことになってきたの。報酬は2000だな。ただでいい。行くぞ。而接下来操作的角色啊，变成了克劳德。状況が分かんないんだけど、これ何？私マテリアハンターなんだよね。ウータイのために戦ってるんだよね。ちょっと黙ってくれません？てか普通こうなる状況とちゃいます？だってなんか礼儀正しいじゃん、あの貴族。そういうのが実は一番怖えんだ。気抜くなよ。我らの住処へ案内した。言ったらなんかいいことある？すんごいマテリアくれるとか。奇遇ですが、我々もマテリアを求めているのです。
行ってくるよ。父さん、じっちゃん。船の揺れに体を合わせるといいよ。みんな器用なことできるか。あんなに勢いよく乗り込んだのに。うん、マテリアのためだもん。静かに、星が聞いています。聞かれちゃまずいのか。星が知ると、それはほどなくセトラの耳に入るのです。セトラは少々寛容の精神に欠けますからね。私、セトラの末裔ですけど。なななな、あなたが継承したのは血だけなの。セトラの物語はどこかに忘れてきましたね。そうなの？セトラの日々は過酷です。